また新井選手が野球評論家の廣岡達郎さんからスローイングを密着指導。実に2時間、捕球から送球までの動作をチェックされ、野球殿堂入りした名手からの指導に大きな手応えをつかんでいました。柔らかく使いなさいと、取る動作も投げる動作もとにかく柔らかく使いなさいということでしたね。